あれをしけたアメリカ方はね、いろんな形でね、牽制するでしょうしね、だってそうじゃないですかね、日本の場合にね、北朝鮮という同胞をね、要するにそういう役に拉致していって、殺して帰り見ない国がある、ね、ロシアみたいに北方四島を奪っといてたね、しかもこの間爆撃が審判されてきて、日本が結告したら、日本なんて2発の原爆で水爆か全部させてやるのができるのと嘘そぶくね、中国はもともと尖閣は俺たちの領土だと言い出してね、日本がその領海で資源調査しようと思ったらやめろと言ってくる、これに対して日本の政府はね、外交上の抗議しかできない、みんな何かあったらこれ、全部今の憲法の制約じゃないですか、自主的に。 だからね、私たちはやっぱり自分の国、自分で守る手立てをきちっとして、ね、要するに世界を防ぐために、危険を防ぐためにね、集団自衛権を認めてね、協力して、ことに当たるのあ、これ、世界がこういうふうに狭くなってきたね、当たり前じゃないですか、それができないのはね、憲法の制約なんですよ。憲法